ドットングラフティーが2018年2月28日水曜日に約5年ぶりのと、タルチョー待望のニューアルバム、プレイをリリースすることが決定した。このニュースは、ドットングラフティーがシングル、70cm4方の窓辺のリリースを記念して実施した東名阪台湾ツアーのファイナル、超満員の新木場スタジオコーストで発表された。本ツアーは、大阪ナンバハッチではウーバーワールド、名古屋ダイヤモンドホールではヤバイ T シャツ屋さん、そして、新木場スタジオコーストでは内首獄門同好会をそれぞれ招き、全会場即日ソールドアウトの超満員のライブとなった。そして、本日行われた新木場スタジオコースト公演の終盤にステージ上の大スクリーンにて、突然ニューアルバム、プレイがリリースされることが発表された。あまりにも突然のニュースに、フロアはどよめきと大歓声に包まれた。ドットングラフティーがフルアルバムをリリースするのは、ウォーク以来の約5年ぶり。ニューアルバム、プレイには、ドラゴンボール調、10月度エンディングテーマとなった最新シングル、70cm4方の窓辺、シングル、SO、スタート、や、ライブや、の定番楽曲となっている、世界の終わりもついにアルバム初収録しており、アルバムの全容はこれからの発表となるが、強力な新曲も多数収録予定のファン必見の一枚となる。さらに初回限定版には DVD も付属。内容は後日公開となるが、ファンの期待を裏切らない豪華な内容を予定している。YouTube には、本日の新木場スタジオコースト公演で流れた、PLAY の告知映像がアップされているので、こちらも要チェックだ。年末には自身主催の、ポルノ超特急が控えているロットングラフティー。アルバムリリースに向け、新たな情報がどんどん解禁さ。出るとのことなので、目を離さないでいてほしい。プレイ、2018年2月28日、水曜日、リリース VIZL1323、初回限定版、CD プラス DVD 3800円税 VICL64948、通常版、CD2800円税、CD 収録予定楽曲、世界の終わりそう、スタート。70cm4方の窓辺、他、DVD 収録予定内容、後日発表、配信情報、iTunes ストア、レコチョク他主要配信サイトで2月28日水より配信スタート、ロットングラフティーオフィシャルサイト。